トゥデラのベンヤミンは、ユダヤ人のラビ。イベリア半島北部のナバラ王国、トゥデラに生まれ、1165年から1173年に、地中海周辺地域、西アジア、アフリカ北部を訪れ、カスティーラ王国で没死した。ベンヤミンは、マルコポーロに約100年間先行して、地中海沿岸諸国を旅行し、12世紀の中近東市やユダヤ市についての貴重な資料を残した。 12世紀のヨーロッパはイスラーム教世界とキリスト教世界が複雑に絡み合っており、ベンヤミンの旅行記はユダヤ人のディアスポラを知るための優れた書き物である。ベンヤミンはユダヤ法と歴史学に長けており、ヘブライ語、アラム語、ラテン語を扱うことができた。中世の主要なユダヤ人地理学者、歴史学者に数えられている。ベンヤミンの旅行記は ユダヤ人コミュニティの描写が優れているだけでなく、中世の地理や民族に関する信頼性の高い情報源でもある。ベンヤミンは中世の日常生活を正確に描写しているとされている。ユダヤ人街があったトゲラとエブロカは11世紀から13世紀のイスラーム圏では地中海を取り囲むようにユダヤ人が点在しており、 各地のユダヤ教徒を結ぶネットワークが形成されていたという。当時はムラアビト長とムワヒヒド長がユダヤ人を迫害しており、ソロモンイーブンガビーロールなどユダヤ人の知識人がパレスチナ巡礼を行っていた。終末論やメシア思想がユダヤ人の間に広まり、アブラハムイブンダウードは1188年から1189年に終末が訪れると算定した。 1130年に、ナバラ王国のトゲラに生まれたということ以外に、ベンヤミンの初期の経歴についてはあまり知られていない。1165年頃に、イベリア半島北東部から旅行に出発した。商業目的の旅行、または、聖地巡礼としての旅行、双方の可能性が示唆されている。この一方で、ユダヤ人や他の土地から弾圧を逃れてきた人々向けに、 聖地までの旅行中にもてなしを受けることができる経路を記録した目録の作成を意図していた可能性もある。彼は長い経路を取り、頻繁に休み、人々と交流し、様々な場所を訪れ、居住者を描写し、訪れた町や国のユダヤ人人口を数えている。ベインヤミンの旅程故郷であるトゥデラを出発して、最初の目的地となったのはアラゴン地方の首都サラゴサである。 その後、エブロ川谷を降り、カタルーニャ地方のタラゴナ、バルセロナ、ジローナを訪れた。地中海岸を北上して、フランスに入り、マルセイユの港から船に乗り込んだ。今日のイタリアに相当するジェノバ、ルッカ、ピサに続いて、ローマを訪れた。続いて、ギリシャのコリント、テーバイ、サロニカを訪れ、カイロでコンスタンティノープルまで足を運んだ後、サモス島、ロードス島、 キプロス島を訪れた。ベンヤミンは、ローマ以後の各都市のユダヤ人人口を記録しており、ローマは200人、テーバイは2000人、サロニカは500人などとなっている。キプロス島から乗船すると、パレスチナでレバント地方に上陸し、アンテオケ、ベイルート、シドン、ティルス、アクレ、ハイファ、カイザリア、サマリア、ナブルスの各都市を回った。 エルサレムに到着した正確な年は定かでないが、一般的には第2回十字軍と第3回十字軍の合間の1167年であるとされている。エルサレムでは嘆きの壁やシオンの山を訪れ、シオン山にあるダビデやその後の章の墓にまつわる謎について研究している。ベンヤミンは十字軍が支配していたエルサレムについて、 最も詳細な記録を残したユダヤ人とされている。それは小さい町で3つの城壁で要塞化されている。そこには人々がいっぱいで、イスラム教徒はそれらの人々をヤコブ派、シリア人、ギリシア人、グルジア人及びフランク人と呼んでいる。そしてあらゆる言語を話す人々がいる。そこには染め物工場があり、ユダヤ人は年々わずかな賃料を王に払っている。 エルサレムでは、ユダヤ人以外にはどの染め物職人にも、その使用が許されないという条件で、町の隅のダビデの塔のもとに、約200人のユダヤ人が住んでいる。ダビデの塔の城壁の下の部分の、約19人の範囲は、我々の先祖によって建てられた古代の基礎の部分である。スデラのベンヤミンの旅行機エルサレムについて、エルサレムの南にあるベツレヘムでは、ラケル病を見学し、 ヘブロン、ベトジブリンでも、族長らの墓を見学している。ラムラ、地中海岸のヤホ、ヤブネ、アシュドット、アシュケロン、ルッド、セホリス、ディベリアと巡った。その後には、北メソポタミアからバグダードに達した。イラクでは、今日のモースル郊外にある廃墟を訪れているが、ベンヤミンは、古代都市ニネベの遺跡を最も早く正確に描写した人物である。 ペルシアに赴むいた後に向きを変えてアラビア半島を横断。エジプトと北アフリカを訪れ1173年にイベリア半島に戻った。同年にカスティーラ王国で没死した。旅程全体で300以上の都市を訪れており、ユダヤ人の歴史にとって重要な場所である古代ペルシアのスーサ、古代バビロニアのスーラ、同じくバビロニアのプンベディータなども訪れている。 イスラームの大魔喫煙文化やシーア派イスマーアイール派の暗殺教団などの文化の詳細を記録しており、西ヨーロッパに持ち込んでからは彼の手を超えて広まった。加えて旅行中にはインドや中国などの情報を収集しており、インド南西部マラバール海岸のクイロンに住んでいた黒いユダヤ人北曹に生息していたとされる巨大なワシな,などにも言及している。 ベンヤミンの数十年後には、神聖ローマ帝国のラティスボン出身のラビである、ラティスボンのペタヒアが、ベンヤミン同様に、中東を旅行した。ペタヒアと同時期には、イベリア半島のコレドバ出身のモーシェベン・マイモーンも、エルサレムなどパレスチナを旅した。ベンヤミンは、旅先での体験を、トゥデラのベンヤミンの旅行記にまとめた。この書籍は、ベンヤミンが訪れた国々を描写しており、 特にユダヤ人コミュニティに重点を置いている。その町や国の総人口やコミュニティの指導者名なども記録している。都市生活に重点を置き、その土地のユダヤ人と非ユダヤ人の監修を描写している。重要な建築物や市場、街道沿いの地点やランドマークなどを詳細に描写している。歴史学者は一般的にベンヤミンを信頼できる。 情報源であるとしているが、一部の学者は、ベンヤミン以前の著作家の記述に依拠しているとして、ベンヤミンを批判している。例えば、旧約聖書に登場するダンと、新約聖書に登場するカエサレアピリピ、またフィラストロギス、ティード・ーレト、サミュエル・ベン・サンソンなどの識別を誤っている。1990年から1991年には、 ユダヤ学者の関谷貞田がこの書籍の日本語訳を行っている。ベンヤミンは旅行記をヘブライ語で執筆。まずはラテン語に翻訳され、後にはヨーロッパの主要言語の多くに翻訳された。死去から約400年後の1543年にオスマン帝国家のイスタンブールで初めて出版され、1556年にはイタリアのフェラーラで日本が出版された。 16世紀のルネサンス期にはベンヤミンの著作物が研究者から再評価された。現在イギリス・ロンドンの大英博物館やイタリア・ローマの重な転生図書館にある遺本を含めて数多くの遺本が存在する。1840年から1841年にはエアシエルがロンドンで標準工程本を出版し、1907年には MN アドラーがロンドンで進行定本を出版した。緑色イコール大規模なユダヤ人コミュニティ黄色イコール中規模なユダヤ人コミュニティベンヤミンの調査によると彼が訪れた各都市のユダヤ人人口は以下の通りだった。当時の西アジアではイランやイラクでのユダヤ人人口が圧倒的であり、シリアにもかなり多くのユダヤ人が住んでいたが、 エルサレムを含むパレスチナにはわずか1200人程度しか住んでいなかった。ベンヤミンに関する著作があるスホリムで記事であるスペインナバラ州トゥデラには主要なユダヤ人街があり、通りの一つにはベンヤミンの名が冠されている。イスラエルのエルサレムのレシャビア地区にはトゥデラのベンヤミン通りという通りがある。十九世紀のルーマニア人旅行家、著作家の JJ ベンヤミンの名前の由来は トゥデラのベンヤミンである。19世紀のロシア系ユダヤ人著作家であるメンデレ、スフォーリムは1878年に代表作、ベンヤミン三世の放浪記を表した。この著作はユダヤ人版ドン・キホーテのようなものであるとされており、トゥデラのベンヤミンの著作に触発されたものであることが明白である。著名なイスラエル人詩人であるナタン・アルテルマンは、 トゥデラノ・ベン・ヤミンに関する詩を書いている。黄金のエルサレムの作曲で知られる。作曲家のナオミ・シェメルは、アルテルマンの詩に音楽をつけており、この曲は、イスラエルのラジオで、しばしば放送される。2005年にウル・シュルビッツは、書籍、トゥデラノ・ベン・ヤミンの旅行記。12世紀の三大陸周遊記を表している。ありがとうございます。